はい、こんにちは。今日はね、レルムロイヤル、100人対戦の、あれですね、バトルロイヤルゲーム、プレイしていきます。で、前回に引き続き、デュオかな、これ。デュオで、デュオじゃねえ、もうソロモードがあるんだよ。ソロモードがね、ついに出てきたんで、ソロでプレイしてます。で、今回はファイターだね。クラスで言うと、ファイターを使ってます。まあ、何が強いかわかんないんですけども、なんか勝手に、ヘルスが回復するとか、そんなアビリティがあったかな。で、紫色のとこに突入していく。おっと、目の前にちょっと、いてんだけど、ちょっと待って。切られた。ちょ、逃げよう。いきなりシャキンってやられたんだけど。めっちゃなんか隣に落ちてきて、ビビるわ。早速エルフが、奥にいるエルフ。おっと、ライフル。おわ、びっくりした。めっちゃ切ってる。超切られてっしょ。ちょっとね、今戦いたくないんで、逃げましょう。意外と、ナイフも、強いのかな？素手ナイフ。さあ、アビリティをふんだんに駆使して、相手との距離を、開けていくわ。奥にいるの、うわ。狙うか。狙うか。狙うか。よーし。今日振った。狙い。よし。お、いっぱいありますね。え？お、いいね。この銃強いんだよ。逃げよう、とりあえず。一回距離を空けて、ヒーリングしていく。で、アーマーも、まあまあまあすんの意味ないかもしれない。一応、入れておこう。ちょっと探索をしたい。あ、乗れないか。この辺まだ敵いると思うんだよな。戻るか。さあ、これを使いたい。あとはもう壊した。あ、つか、取ってなかったし。ライフルがなんかね、使いにくいんだよね。ライフルだったら、リボルバーの方が使いやすいかな。いた。さあ、奥にいるんで、もうやりに行きましょうか。倒しに行きましょう。おそらく、カンカンやってると思われる。お。あれ、逃げたかな？あ、いた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 。いたね。さあ、近づいて。倒していく。さあ、やっぱ安定のリボルバー。使いやすいんだよね、これ。おっと？レアの。さあ、ちょっとカンカンしていきましょうか。ポーションとかもないんでね、ほんとはポーションも使っていきたいけど、まずは、レジェンダリー武器。クラスウェポンを作る。で、さらにアーマー作って、ポーションを、あ、ポーション足りね。ポーション作りたいね。なんかいないか？あ、いるね。いるな。いるいる。絶対いる。あ、来た。さあ、これ、つけて。当てていく。よし。なんとか倒す。あとは全部。つか、いいね。せっかく。なんか、ポーション作れなくて困ったのに、こいつが来てくれたおかげで、素材が手に入ったよ。さあ、ヘルスポーションとアーマーポーションを一個ずつ作っていく。完璧ですね。いや、結構ね、まあなんかこれ、すごいなんか、火事台で武器作れるから、なんかすごい複雑なゲームルールなのかなって思ってたんだけど、すげえ単純ですね、やることは。
なんかできることも、武器2つとスキル3つしかないんで、まあ、手段としては5つの手段しかないのと、あと回復もね、2種類。回復アイテムも2種類しかないんでね。アイテムの数も結構シンプルでいいですね。ただね、やっぱりめっちゃアーマー着込んでるやつとそうでないやつとじゃあ、むっちゃ勝負になんないかもしんないんだよね。同じなんか DPS っていうか武器の威力で戦ったとしたら、結構当て合いになるんだよね。まあ消耗戦みたいな感じになるんで、まあ、多少ね、腕の差とかは結構関係してはくるんだけど、やっぱアーマーありとなしじゃ全然、つか登れねえんだよ。アーマーありとなしじゃだいぶね、差は変わってくるんで、なんかレジェンダリーアーマー2個はつけておきたいね。まあ、本当にアーマー丸ごと、全部つけたら倍ぐらいなんじゃないかな、硬さが。なんで、こういうのつけて強化していきたい。クロスボウいらん。しかも武器はこれでいいんだよな。ヘルスポーション。ああ、このポーション使うか。さあ、結構余裕があるんでね。円の外から、この辺でゆっくり探索をしつつ、あとは、防具かな？防具のレベルを上げて、シールドを増やせばいいかな。さあ、範囲が迫ってきたんで、中に入っていく。このね、斧がね、また威力が高いんだけど、ファイヤーレートが低いというか、結構ゆっくりやんね。一発投げた後の次のね、一発が遅いんでね。外すと命取りなんだよね。なるべく当てていきたい。おっと、奥で音がしている。さあ、どこだ？あ、すぐ下にいるじゃん。さあ、当てていこう。はい。さあ、俺もついていく。さあ、当てていく。そっち、800。強いんだよね、これ。あ、上からなんか撃ってるな。まあ、あんまり欲しいアイテムなかったからいいか。で、アーマー回復しつつ、逃げていく。うわ、乗れない。なかなかな、やっぱエルフの、能力は便利ですね。で、おっと一人上にいるんで投げてみる。さあ、馬乗って後ろから距離を詰めていく。弓引いてますね。お、なんか誰かやられてる。さあ投げるんだ。突っ込んで、一発当てて、二発、三発、つーで、つか1600だったら二発当てりゃね、800、うん、大体のね、フルアーマーのやつは倒せないだろうけど、大体今自分でアーマーとヘルス合わせて1600なんでね、まあ、斧二発当てれば倒せるっていう風に考えたら強いっすね。この頭、つけれるんだけど。あれか、エルフ専用か。ほっとこう。お、アーマーポーション。
おっと、スキルがレベル上がったぞ。お、なんか光ってる。これどうだ。使えない。さあ、範囲が狭くなるので次に行きましょう。次の場所へ向かって進んでいく。山があるな。山の上登っていきますか。結構高い位置の方がね、絶対有利やん。おっと、落ちていく。くぅ。だいぶ落ちちゃったな。あんま急なとこはやっぱ、こいつにはきついか。さあ、範囲が狭くなって、残り8人。お、ベスト8ですね。さあ、残り8人からどう進んでいけばいいか。さあ、見渡す限り敵はいなさそうだな。こっから上ってどうすんだ？いけるか？うわ、いけない。いけないね。どうしよう、悩ましいな。つか、この奥にある火事台のとこ行きたい。どうしよう、これ下から行くのか？なんか、雰囲気洞窟っぽい気がするな。上ではない。うわ、めっちゃ落ちてる。あ、結構範囲が向こうになっちゃったな。あっちから行った方がいいか、もしかして。いや、やめよう。あの下を、下に入って、めっちゃ滑ってる。あ、ここか。ここですね。お、残り7人。さあ、馬乗って、中に入っていく。お、いた、いた。あ、つか、作ってるね、あれは。作ってますね。よーし。いや、斧だな。やっぱ斧を投げたい、ここは。ドーン。おっと、ちょっと足りない。足りない。くっそ。完全に音でバレてるでしょ、もう。こんな。まあいいか。さあ、投げていく。一発。さあ、二発。三発。よし。で、ニワちゃんを倒していく。ああ、三発当てて倒したってことは結構あれだな。装備、いろいろしてたってことだよね。さあ、回復して。これでライフは1800だから、斧3発まで耐えられるか ?8324、耐えられない。あ、ヘルム。おぉ。これは完璧ではないか。あ、2400。斧一発、斧やっぱ3発は耐えられないんだな。8324だもん。まあ、3発当てれば絶対倒せんだよ、この斧は。さあ、これでね、全部、レジェンダリーになった、私の最強装備で。まあ、若干ね、スキルが弱いんだけども、まあ、なんとかなるでしょ。さあ、宝箱のアイコンマークを見つけたけど、あまり取りに行くメリットもないので、外側から攻めていく。もうね、なんかエピックとかあっても拾う理由がないんでね。ストーリーっすね。つかレジェンダリーとエピックって実質同じだよね。なんか作ったやつがレジェンダリーかな。さあ、範囲が狭くなってきたんで、なるべく高いところにいたいんで、上に移動していく。まあ、みんなね、おそらく高いところが好きなんでね、高いところに集まってくると思います。さあ、ここで。まあ、このゲームね、別にヘッドショット一発とかそういう感じじゃないんでね、まあ、ぶっちゃけ見つかってもいいんだけど、見つかって攻撃してくれた方が、場所がわかるっていう感じはするけど。まあ、斧飛んできたら一発はでかいかな。さあ、どうする？
馬を使って残り5人か、自分以外4人、おっと3人、スローイングアックスって、あ、いたいたね、いましたね。さあ、斧使って倒していく。よし、一発当てた。二発、三発、四、あれ、三発当てて死なないの嘘でしょ。え、なんで、回復してるし、マジか。絶対勝ってたと思ったんだけどな。もう同じような感じの人に負けちゃいましたね。で、4位、今回は4位ですね。まあ、初戦士使って4位なんで、まずまずではないかなと思うんですけど。さあ、私を倒した、まあ、せっかくなんでね、この私を倒したこの戦士さん、これを私だと思って実況していきましょう。さあ、この人、この戦士。まあ、同じ装備で。あ、スキル構成。なんか回復のやつあるね。これ使ってたのかな？さあ、ポーションも、シールドも9個ずつ持って。これちょっとあれだよな、やっぱり。なんかシールドの恩恵がデカすぎるな。やっぱ、めっちゃ武器持ってる人と持ってない人の差がすごいついてるような気がする。さあ、奥から？あれはなんだ？お、炎の瓶を投げてきた。さあ、どうする？右から走って。あ、上からなんか撃ってるね。あれは、なんていう約束だ？なんかあまり知らない、エンジニアか？お、斧を当てていく。さあ、斧ヒット。なんか変わった数値が出たぞ。シールド、相手シールド貼って。やばい。おっと、なんとか走って。お、いいね。うまい。このチャージを有効に使って、漁夫乗り対策として周りを見渡している。さあ、一回逃げて。ここで、木の陰に隠れて回復か。お、賢い。さあ、結構してるやつは、放っておくと復帰してしまうぞ。さあ、木の裏にいる、ひよこを。斧で、おっと、普通に復活している。おっと、当てた。ああ、なに。ライフが少ないから別にいいやって感じかな。おっと、とどめさせていく。さあ、残り一人。さあ、一対一の対マンになった。さあ、これで勝ってほしいが。ここでライフを回復しておく。ああ、でもこれ、やっぱこの人もあれだね。セカンダリの武器は、やっぱこのなんか、一撃のダメージがでかい銃使ってますね。ほんとこれ強いんだよね。ハンドガンよりちょっとレート遅いけど、一撃700とか当たるんで。お、出てきた！最後の敵が出てきましたね。馬に乗って突っ込んできました。さあ、追っかける。相手もジャンプしている。さあ、どこ行った？お、上にいるね。さあ、斧一発ヒット。こっちのもヒットか？お、当てていく。さあ、ジャンプして。相手が逃げていく。これは仕切り直しか？仕切り直す感じかな？見当たらないんで。おっと、どこにも見当たらない。ジャンプして。回復していく。さあ、どこだ？どこにいる？もう範囲がだいぶ狭くなってるんでね。この周りにしかいないはずなんだけど。お、下か？おっと、下から斧が飛んできた。お、ジャンプしてくる。さあ、斧の投げ合い。さあ、どうだ？おっと、チャージして、斧ぶつけて、お互いに、おーっと、やられてしまう。いや、惜しいね。いや、惜しかったですね。もう私もちょっと惜しかったんですけどね。さあ、こんな感じで、以上です。